どうも、愛知です。今回答えていくプチ相談はこちら。受験生になるんですけど、ゲームとかは禁止した方がいいですかという相談に答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。はい、じゃあ話していきましょう。昨日からですね、もう花粉が俺ものすごくって、そうなんですよ。で、くしゃみを耐えるために顔クシューみたいなのをたまにするかもしれないんですけど、ちょっと許してください。もうほっと辛い。で、今回はですね、特に今中2と高2、今度ね、受験生になる学年の子からの相談が多いとこなんですけど、まあこういうね、そのプレステとかさ、スイッチとか、まあこういう系のゲームだったり、まああとはスマホだよね、今ね、スマホのゲームだったり、で、女の子で多いのは、アニメ見るとかさ、その漫画読むとか、あと YouTube 見るとかもそうだね。だから、自分にとって娯楽っていうところの時間をどこまで取っていいのかとか、まあ、禁止した方がいいのかみたいな相談があるんですね。で、禁止するかどうかっていうところは、ものすごい意見が分かれると思います、きっと。いろんな人がいろんな意見を持ってらっしゃるからね。ただ、自分の意見、俺の意見としては、禁止する必要はないんじゃないかと思ってる人間です。で、まあ、どういうことかっていうと、まあ、社会に出てもそうだし、みんな学生のうちもそうなんだけど、メリハリをつける能力って自分はすごく大事だと思っていて、やるときはやるけど、遊ぶときは遊ぶよ。そのメリハリね、スイッチのオンオフの切り替え方っていうのは。で、まあ、勉強しててさ、普段も、例えばテスト勉強するときもそうですけど、やっぱりスイッチを入れなきゃいけないときあるじゃん。勉強机に座ってるけど、スイッチが入ってない状態ってあると思うんだよね。全然集中できない、やる気が出ねえみたいな。でも逆にスイッチが入った時ってものすごい集中できたりとか強いよね。で、そういうのをコントロールするのって、ね、コントロールする能力っていうのはその勉強するって時にすごく養われるものだと自分は思っていて、で、そういった意味も含めて禁止するよりもメリハリをつけるっていうところに集中した方がいいのかなと思ってます。じゃあ、まあ、質問にあるようにね、どれくらいやったらいいんですかみたいな。どれくらいやったらいいんですかみたいな。ゲームとかもね、1日何時間までですかみたいな。聞かれる時もあるんですけど、まあ、それは、その個人によるんじゃないっていう感じです。だって1時間だったらいいよなんてさ、みんなに該当するわけじゃないじゃん。みんなが目指すとこも違うし、今の成績からそのたどり着かなきゃいけない成績までが遠ければ遠いほどさ、そのメリハリというか、ゲームに避ける時間は減るはずだから、物理的にね。だこれまでここぐらいっていうのはないんですけど、自分逆にまあ、よく言うようにね、その勉強する習慣っていうのはすごく大事だと思っていて、1日ね、1週間のうち1日めっちゃやるんだったら毎日欠かさずにちょっとずつやってくれみたいな、毎日やること、毎日繰り返すことがすごく大事なんだよっていう人間なんですよ、俺のタイプとしては。で、それを絶対にやると、そこをちゃんと守った上で、じゃあ今日はまあ、大体さ、やる量を決めるじゃないですか。今日はここまでやろうみたいな勉強やる量で決めるんですけど、でそれが終わったら30分とか1時間空いた時間ね、早く勉強が終わったらさ、別にそのゲームの時間に当ててもいいと思うわけ。漫画を読んでもいいと思うからさ、うん、でいいんじゃないかなと思ってます。ただその最初に言った、そのじゃあ禁止するのがダメかっていうと、そんなことはなくって、例えば、まあ、スポーツ選手でも芸能人の方でもね、まあ、普段、まあ、プロフェッショナルの方の中では好きなものを禁止する方ってのはいらっしゃる。例えば、まあ例を挙げていいのかな。例えば、はじめしゃちょーさんとか、ね、いい例だと思うんですけど、彼は今年肉を禁止してますよね。そう。で、あれは、まあこれはお話ししましたけど、まあすごく好きなわけですよ。はじめさん、肉が。でもそれを断つことで、まあちょっと追い込むわけだよね、自分を。去年はラーメンで、その前はお菓子だったかな。だからそういった意味で、断つ、もう禁止っていうことにして、もうスパッてしてしまって、その方がメリハリがつけやすいっていう方もいらっしゃると思う。だからやってもいいよ、やっちゃダメだよってメリハリよりもスパンっても禁止してしまった方が自分の中ではいいと、すっきりしてやりやすいしモチベーションも保ちやすいんだったらそれでいいと思います。ただなんだろう、好きなものを禁止するって思った以上にきついんですよ。例えば今から禁止したら1年間禁止だからね、受験終わるまでだから、大体長いよ1年って。これが1ヶ月とかだったらまた違うんだけど、で、それが、例えば今禁止しましたと。じゃあ2ヶ月頑張りましたと。でもちょっと2ヶ月くらい経つとさ、まあ1回ぐらいいっかなっつって。ね、じゃあゲーム禁止したんだけど1回やってみると。これ崩れるんだよね、結構ね。リズムも全部崩れちゃうから、禁止するなら最後まで禁止した方がいい。で、そこまでの腹をくくれるんだったらそれでいいと思うんだよね。うん。ただ、中学生とか高校生の学生のうちにそれを求めるのは結構、なんだろう、気持ちを保つのがきつかったりするイメージがあるので、であればメリハリ、やるときはやる、やらないときもやらないときも、遊ぶときは遊ぶっていうメリハリの方を大事にした方がいいのかなと、まあ、私は思ってますんで、
まあどちらがいいってわけではないんですけど、まあみんなに合う方をね、自分自身にとかなんだ問いかけて考えて決めてもらえたらと思います。